行け ODA マン。アフリカビジネスでウィンウィンの巻。耳にはするけれどいまいちよくわからない ODA。 そこで僕 ODA マンが解説します。さて今日はどんな国かな。はい、今日はアベイニシアティブ。アベイニシアティブなんて国あったかね。そうなんです、島根県と鳥取県の間に挟まった国でして、去年初めて発見されました。そうなの。嘘です。実はこれも ODA なのです。 ODA。 安倍総理っぽく聞こえますが、正しくはアフリカンビジネスエデュケーションイニシアティブフォーユース。日本語に訳すとアラクレブンタエグレスでイシャーチブおーよーす。絶対嘘だよ、後半意味わかんないし。はい、嘘でした。これはアフリカと日本の民間企業を橋渡しして、アフリカの発展とこの先の日本とアフリカのビジネスを盛り上げる若い人材を育てる ODA です。うんうん、アフリカか。でもなんでアフリカなんじゃね。皆さんのアフリカのイメージというと、ジャングルやサバンナ、広大な砂漠といった大自然が思い浮かぶんじゃないですか。あー、まあ大体そんな感じじゃね。ところがどっこい、近年アフリカは大きく変わってきています。あら、そうなの。活気あふれる街に高速道路、高層ビルが林立し、スーパーには食材が所狭しと並んでいる。2000年代に入ってからの経済成長は著しく、2050年には働く人の数がインドと中国を抜き去り、ぶっちぎりで若い世代が増えることが予想されているんです。まるで島根県のようでしょ。島根ってそうだったかな。すでにアフリカに進出している日本企業の7割が事業拡大を考え、過半数の企業が黒字を見込む期待の市場。アフリカの成長性、ポテンシャルの高さは世界が注目しています。しかも広大な土地に天然資源が豊富だもんね。ただ一方で課題もあるんです。ああ、どんな。言葉の問題、ビジネスの違いなどなど、いろいろな要素がアフリカでの事業を難しくさせているんです。ああ、わしらアフリカの知識があまりないもんね。そこでアフリカビジネスの水先案内人となる人材を育てようと、アベイニシアティブがスタートしたんです。なるほど、アフリカの発展を支えることで逆に日本にもビジネスのチャンスを生む。アベイニシアティブとはそういうウィンウィンの関係を築くというわけか。そうです。それ以外にも日本は1993年からティガッドも主導してきていますしね。ティガッド、アフリカ開発会議。アフリカの開発をテーマにした国際会議です。2019年にはティガッド7。うん、もう7回も。こうした日本の長年の地道な取り組みはたくさんの国から感謝されていて、日本への信頼につながっているんですよ。未来のためにも支え合いたいね。 ODA で未来へ投資。サイトも見てね。